はいどうもこんにちは、おもチャンネルんです。さあ今回は、はいこちら見ていきましょう。はい今回はですね、見えますかね、はいこちらベガルタ仙台オフィシャルオンラインストアからね、オフィシャルグッズがね届きましたね。はいこちらね楽しんでいこうかなと思います。でもオフィシャルグッズって言ってもね、まあ僕が買うと言ったらね、あのトミカになっちゃうんですけども、今回もねまたサッカー関連のねトミカが登場しましたんで購入してみました。あちなみにあのね、もうここ書いてある通り、まあ、今回ねあのオンラインストアでね購入したんですけども、最初ね全然あ買えるかどうかねやばいかーって思ってたんですけど、あのまだ売ってます。一応見ときます。はいこちらのねオフィシャルのねオンラインショップなんですけども、今この撮影時点でまだね購入することができますんで、まあ、もし気になった方はちょっとリンクの方ね動画の概要欄に貼っておきますので、ちょっとね購入してみてください。ちなみにあのお値段は1台1100円 でこちらがね1人合計2個まで購入できて、あと送料がねプラスかかりますんで、その点だけねご注意ください。まあまあもう普通に買えるってのはありがたいですね。こういうね限定トミカ関連ってなかなかねもう売り切れたりやっぱ多いんで、やっぱねもう皆さんね後々気づいても普通に買えるっていう状況が嬉しいです。本当ありがたい。で今回ですね、私はまあとりあえずね2個ね購入させていただきましたんで、ではではちょっと楽しんでいきましょう。まあどうしてもね送料を考えて、で遠いところってなるとね2個ってなっちゃうんですよね。どうしても2個でいいんですけどね、正直1個でいいってよくね思うし言われるしであれなんですけどもね、もうとりあえず今回もね2つ購入いたしました。で、あ、なんか箱がめっちゃテカテカな気がするんですけど気のせいですかねよし、じゃあちょっとこっち見ていきましょうか。さあそれでは改めまして、こちらねサッカーチームの限定トミカになりますが、ベガルタ仙台チームバス、こちら楽しんでいこうかなと思います。で今回車両はですね、おなじみイスズガーラですね。でこれねもう箱とかもトミカとかもそうなんですけど、とにかく色鮮やかな派手というかにぎやかなデザインになっております。じゃあちょっと見ていきましょう。まずですね箱全体ですね、はいこんな感じ。こちらねベガルタのロゴですね。でトミカの写真になってまして、あここねこれ30周年になるんですかね、まあ、こんな感じでロゴも書いてあります。で底分け国分で、蓋の部分こちら側はロゴで、反対側はバーコード、そして背面ははいこのようになっております。何にしてもほんとめっちゃ派手なね感じなんで、さあこれが一部は多分この辺とかシールかなと思うんですけどもね、どこまでのクオリティなのか、よしでは楽しんでいきましょうね。まあ、こういうバスって結構クオリティ高いの、ほんとすごくね高いんでね、ではいきたいと思います。あこれいいやつだ一瞬ちょっとね、さっきごめんなさいパッケージ見てね、この部分シールかなって言っちゃったんですけど、これちゃんと印刷です。これおーすごっ、クオリティ高い、素晴らしいですね。よしじゃあちょっと見ていこうかなと思います。まずですねちょっとざっとですねゆっくり全体をお見せしておきましょう。はいくるっとこんな感じです。多分ですねもう全面プリントになるんですかね、本当にめちゃめちゃクオリティ高いバス。そしてですねもうデザインがめちゃめちゃかっこいいですね。すいませんね、あの正直サッカーチームのねことって全く僕はほとんど分かってないんですけど、もうそれこそ地元のなんかガンバ大阪とかねそういったところしか分かんないですけど、すごいですね、めっちゃかっこいいですねこのデザインね。でトミカの作り的なとこちょっと見ていきましょうか。はいまずですね正面はこんな感じになっておりました。でね、はいこちら、中央部にこれはベガルタのエンブレムですかね、このようにこれもちろんもうプリントではいしっかりと書いてます。で下はロゴですかね、結構小さいんでねここちょっと後で大きくしたいと思いますが、ほんとクオリティ高い、そしてかっこいいねデザインですね。でナンバーもきちんとこのように入ってます。でライトとか塗装なんですけども、まあほんともうクオリティ高くね満足いくね1台になってるんじゃないかなと。でこのメインカラー、このチームカラーっていうんですか、こちらが多分オレンジだと思うんですけど、そちらが車体のベースカラーになってまして、もう全体がほぼオレンジなんですが、なかなかかっこいいですねこの色ね。でロゴがねブルーなんで、この相性もいいですね、オレンジとブルーってね。で側面ですが、はいこんな感じのねデザインになってます。こちらですね、ベガルタのキャラクターちょっと調べます。はいこちらねイントネーションおかしかったらすいません、ベガッタっていうんですね、あのタはね太いっていう字ね、ベガッタ、はいこんな感じで、まあベガッタが描かれてましてね、非常に可愛い、もちろんプリントですね、もう全面プリントなんでね素晴らしい。でロゴもこのように大きく書かれてまして、で後ろのこの何パターンかな、ちょっとファイヤーパターンみたいな感じなんですがね、ここも青と赤でねこんな感じで描かれてます。いいですよね、本当あのかっこいいねデザインですね。でこのねさりげなくこの下の黒とねオレンジ、この間にね赤いねラインが入っているのもまたねいいこう味付けというかアクセントを加えてるんじゃないかなと、そのように
思います。素晴らしくかっこいいデザイン。ちょっとこの辺とか塗装甘いんかな。これ甘いっていうか、なんかロゴ、なんか文字書いてあるんですかね、ここって。ちょっとここも後で大きくしますね。ただの色が剥げてるだけだったらすいませんけど、どうなんでしょうこの部分。いやでも本当にクオリティはめちゃめちゃ高いと思います。で後ろですが、はい、テール周りもしっかり仮とこんな感じで来てますね。こちらはこれはベガッタでいいんですか。これいいですよね。なんかね、もう一つ女の子のキャラクターですかね、ルターナっていうのがちょっと出てきたんで一瞬それかなと思ったんですけど、これもベガッタですね。このようにしっかりと書かれてまして、でここもチームのエンブレムですね。でロゴも書いてあります。であとナンバーもありますね。もちろんもうこれもね全てプリントで入っておりまして、でテールレンズはね塗装試合ですね。で後ろも本当いいですね。だからこのバスはいいっすよいいっすばっかり言ってもすいませんけど、いいです。で反対の側面もですねこのようになっております。この辺のねデザインは反対側と同じですかね。でこちらキャラクターが描かれてて、ロゴもねしっかりと書かれております。で、あ、やっぱここ反対側文字だったんですかね。まだちょっとね僕編集しないと確認できてないですけど、でここにもなんかしっかりとねこのように書かれてますね。ほんと文字が細かいんでね、もうね老眼です、はい正直言います、老眼です、読めません。で屋根の部分ですが、こんな感じ、あ、こっちの方がいいかな、はい、このようになっておりまして、パス自体はオレンジのね成型色なんですが、こちらロゴマークエンブレムしっかりとルーフの部分もプリントで書かれてます。でそこの部分はと、はい、こんな感じですね。でこちらですね、車両イスズガーラギミックですが特にサスペンションとかないです。手転がしのみがねできる形になってます。はい、ということでもう本当にね一部ちょっと一瞬シールかなと思ったんですけども、全てプリントでしっかりとねできておりまして、いや本当クオリティね高いバスになっておりました。で、まあ、送料はかかるものの、このクオリティのね特注バスが1100円ならまあ特注としては安いかなと思いますんでね、もし気になった方はぜひぜひ、ちょっとまだねオフィシャルサイトでね購入することができます。動画ね今撮影時点ではね購入することができますがね、いつまでもね多分買えるっていうわけでも多分ないとは思いますので、もし気になった方は概要欄にねオフィシャルサイトのリンクの方貼っておきますので、ぜひそちら覗いて購入してみてください。いやーでも本当こういうねクオリティ高いねトミトに出会えると本当嬉しいですよね。ちょっとね今後ねいろんなまたサッカーのねチームバスとか出るっていうね話も聞いてるんで、また登場しましたら動画でねお届けしたいかなと思います。まあということで、はい、今回ねこの辺にしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様チャンネル登録やコメント評価どのお待ちの方でよろしくお願いします。あとツイッターね、いつもまたすんでそちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またねこの動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。